中道のカセットデッキが注目されていました。懐かしのカセットテープ、CD などのメディアとは違い、A 面と B 面が存在しており、A 面のテープが最後になった際には、カセットを裏返して B 面にする必要があるわけですが、動画で登場するのは、そんな裏返し作業を自動で行うカセットデッキ、中道 RX202。この中道 RX202 はハイエンド機器で知られた AV 機器メーカー中道が1983年に発売したもの。ユニディレクショナルオートリバースメカニズムというオートリバース機構が搭載されており、中央の突出した部分にカセットをセットして再生、そして A 面から B 面に移るタイミングになると、その部分が自動でオープンして中のカセットがくるりと回転。見た目もユニークなギミックのリバース機構ですが、テープのヘッドではなくハーフを反転させることで端マスズレを解消するという目的で考案されたものとのこと。ちなみに当時の価格は109,800円だったそうですよ。この話題に海外のネットユーザーの方々からもコメントが寄せられています。